水曜中華ナビラユンタンジャ出番ですの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、1月の27日金曜日、旧暦のうちなぐいびでは12月の30日なとび。今日は年のゆるということでございましてね、明日はまた、総合地ということでございますけどもね、沖縄はまあね、いろんなところで、この旧正月を、祝う、またいろんなねイベントがあると思いますけれども、読谷村の方ではですね、紫村ジャナ邸におきましては明日ウチナー正月というイベントがね、もうだいぶ前ですね、私たちの若い頃からですけれどもね、商工会村、商工会の村おこし塾の一期生というね皆さん方が、ずっと続けておりますね、ウチナー正月。まあ私は読谷村ではまあここだけじゃないかなというね、旧正月イベントとしてね、若い人たちにこういう情報を発信しているのは、ぜひねラジオ聴きの皆さん方で行ってみたいなっていう方、はい、本当にあのウチナー正月という雰囲気をね、とうとう目にうがうさぎながらとかね、重箱作ったりとか、そんな感じでねお祝いの舞をやってもらったりとか、あとは観覧をしながら読谷村の観光やらね、いろんな情報交換をする場となっております。ぜひ一度ね足を運んでいただければと思います。お問い合わせは、紫村、そちらの方で、明日夕方6時から開催される予定となっております。ぜひいい正月を迎えていただきたいと思います。それではインターンジャー出番です。1時間お付き合いください。お相手は中曽根智晴です。していきます。ユンタンジャ出番ですよ、バックで流れております曲は読谷村歌、もうおなじみでございます。今週からスタートしております読谷村議会議員を迎えての1時間ユンタンジャ出番ですよ、議員出番ですように、変わっておりまして、番組を進めております。今日のゲストはこの方でございます。はい、はい、さい、皆さんお元気ですか。読谷村議会議員の山城誠貴です。またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、もうこのスタジオに、入るのは2回目ということでございまして、そうですね、はい、久々の本当にご出演でありがとうございます。今日もまた今日天気がいいしね。そうですね、朝7時頃の朝焼けすごかったね今日ね、あれ生まれて初めてだね僕は
あんな綺麗なさ結構長生きですよね、生まれてピンクとオレンジとなんかイエローのね、ああそうね、あの朝綺麗だった、はい、7時頃。今日は私たちのねスタジオの方にもね、この木漏れ日が入っておりましたけどね、赤々と入ってましたね。もうこれは真正面に見えたんじゃないですか、はい、素晴らしかったね。まあ、本当に今日ね暖かくなってきまして、うん、この何日かまたね週間天気を見ますと晴れマークも入っております、うん、この時期また桜もねほころぶ、ね、山下さんはザキミですから、はい、この公園のところの桜は、はい、2、3日目が咲きましたよ。あ、咲いていますよ今、2輪です。はい、夕べもウォーキングしながらね、あ、なるほど、読谷で一番初めに咲く桜だろうけどどうなってるかなって言ったらね、さすが、ああ虹ついてました。あ、なるほどね、はい、あ、やっぱり、ね、こういう季節になってきましたね、はい、気持ちがいいものでございます。どうですさあ、村議会議員の迎えての1時間、まあ、MC 議員にはまた12月議会一般質問の内容をですね、お話ししながら、議会活動の模様をですね私たちも伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞ今日1時間よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあそれでは早速ですけども今回は、はい、トータルしますと6つの、一般質問の内容がございました。はい、はい、早速もここはちょっと多いの で、早速入りたいと思いますが、はい、まず、旧読谷飛行場跡、ね、はい、まあ、これはもう本当に問題にもなってまして新聞でも取り上げられましたが、はい、ダイオキシン汚染問題、そうです、これ取り上げられてましたね。はいはい、これはね、うん、このダイオキシンが見つかったのが2014年ですよ。はい、2014年、はい、もうそんな前か。だから、はい、もう、ね、3年前になりますね。そうですね。それが知らされ、うん、知らされたのが去年ですからね。うん、2年間そのまま、あ、そうだね、知らされないであったというようなことで、それ自体今問題になってますけれども、はいはいはい、そのダイオキシン有害物質がね、ダイオキシンが基準の 8.3 倍でしょ、うん、それから鉛が21倍ですよ、基準値のね、基準値の、それでその部分についてはもうこれは、はい、抜本的にね、うん、そこはもう土地を、うん、このダイオキシンを、ね、撤去する以外ないんじゃないのというふうな議論もしてますがね、うん、村としてはとにかくそれは村民のね、うん、体に触れたらいかんということでね、はい、今そこはコンクリートで固めて、はい、覆ってる形になってるんですよ。まずは村民の安全を第一優先に考えてということですね。それで、今回、県の方がね、はい、僕は土地改良するもんだから、そのダイオキシンのある地域の、ね、周辺、はい、ここをさらに調査をしたということです、はい、それでその調査の結果がね、どうなっているの、うん、ということでこれを聞いたわけですよね。はい、いかがでしたか。そしたらもう安心しましてね、はい、そこは基準値以下だというようなことはですね言っております。でそれで、うん、まあ基準値以下ではあるけれども、うんうんうん、以前にですね、うん、村民の皆さんがね調査活動をして、はい、そのダイオキシンのコンクリートの近くに西側に貯水池があるんですよ。そこを調査したね、皆さんがいらっしゃるんです、はい、そこを調査したらですね、ええ、確かに基準値以下ではあるけれども、うんうん、他の地域の平均値、うんうんうん、国の平均値、はい、県の平均値というのがあるわけですよ、うんうん、それに比べるとやや高めだと、あ、いうことでね、はい、これは基準値以下だからということでね、うん、そのままでよろしいというわけにいかんということで、私は今回の県の調査で、はい、この平均値と比べてね、うん、国や県の平均値と比べてどうなのかということで資料を出すようにということで、はい、質問したんですよ。そしたら、まあ、村の方はね、うん、私はもうこれは不誠実だなと思うんだけど、うん、これは県の方が調べたことだから、はい、県にその情報公開をね、うん、請求して、うん、そこで聞いてくださいと、うん、いうふうに答えてるわけです。はいはいはい、じゃあそこは何のためにあるのというふうにも思いたいけれどもね、うん、そういうようなことでねきちっと答えられてないというところでね、うん、これは問題だなというふうに思っていますが、うん、それで大きな問題は、うん、じゃあこのダイオキシンなどの有害物質ね、はい、これの責任問題はどうなのと、うん、そもそものね、そう、うん、いうことでね、うん、これが今国は自分たちの責任ないと、はい、米軍には責任ないという形で今逃げてるわけですよね。そうですね、新聞報道でもそういうようなことがね、でそれでこれはそういうことじゃないでしょうと、うん、これは国の方が管理して米軍に貸していた土地なんだからさ、はい、そこら辺は詰めて責任をね、うん、やっぱり取ってもらうと、うん、いうことせんといかんだろうということで、うん、これは国と交渉しなさいということで、うん、まあ、以前から言ってきているし、
これは9月議会でもこの問題やったからね、うん、9月議会から何回ぐらい国に要請しているのと、はい、いうようなことを聞いたわけです、うん、そしたら村長と副村長がね、はい、あの防衛大臣や副大臣に会って要請をしてあるというけれども進んでいないということなんですよ ね、うん、ねだからこれはね、うん、さらに問題はまだ残っているなということで、うん、肝心の責任はどこかということをしないとね、うん、今度あの工事したコンクリートを埋めたね、うんうん、1900万円ですからね、はい、これはま、まあ、その全額村民の税金でね、うん、村民のその予算でやってる形になるからさ、うんうんうん、ここら辺はしっかりね、うん、あの今後ね、詰めていただきたいなということです、うん、でもう一つは、うん、この大予期審が、まあ、他にもないかどうかもあるし、うん、それからどれぐらいのものでどういう影響を与えるのか、うん、それで抜本的にこれ撤去するためにはどうすればいいのかと、うん、いうことをね特別チームを作って対応する必要あるだろうと、はいはい、あこれ出てましたねそうこれ以前から言っていて、うんうん、そう考えますと、うんうん、なってたわけよ、うん、それでこれでどうなっての立ち上げたかということで聞いたんですけれどもね立ち上げてないわけですあら今内部の関係する課長たちで、これについてはね、はい、いろいろ調査したりあの議論をしたりしていますと、うんいうことでね何それが特別チームということなのと、うん、いうことでさらにあの質問したんですけれどもねそこは極めてあの曖昧で、うんまあ、いずれにせよこれはそういう毒物というのはね、うん、これはプロやかあの専門家がね、うん、入らんことに安心できるわけですよ。そうですね、だからその体制を取るようなね、うん、こう特別チームというのはいずれにせよやらんといかんだろうと、うん、いうことでねで村としてはそういう部外からの方をお招きすると予算もかかるから、うん、それは予算時に ね検討してみたいと、うん、いうことであの、まあ、全面否定ではないけれどもね、はいはいただ腰は重いなという感じを私はしているもんだから、うん、これはことは村民の健康に関わることなんでね、うん、引き続きこの問題は村にはぜひ、うん頑張っていただきたいなというふうに思っているわけです、はいうんまあ、これ確かにあの先ほどの貯水池の調査に関してもそうなんですけれどもあのまあ今ねあの東京 の, ねあの問題もありますよね。はいあのそれもそのなんていうんですか調査するたんびにこう数値が変わっているというまあ誰がやってるか僕なんかは詳しいこと分からないんですけども本当に開いた口が塞がらないって感じね。そういう意味では例えばまあ今回は大丈夫だったけれどもこれから先その貯水池のまだもね、基準値がどうなっていくのかっていうのが それも経過もしっかりとね、はい今後も見ていかなければならないっていうのもありますよね、はい、これだけ軍用地を抱えているし、うん、その軍用地跡もあるわけだからね、うん、我々としてもこの島根弾薬庫もあるしね、うん、トリステーションもあるしね今後のこともいろいろありますのでねこの問題やっぱり本格的にね、うん、腰を入れてやってほしいなというふうに思って、はいねうん、私はもう引き続きね、うん、自分も調査研究をしていきたいというふうに思っています。まあ、それと、まあまあ、とりあえずね、村民の安全安心のために、うんまあ、負担にはなってるんだけども、うん、1900万というお金でね、うんまあ、私たちの、まあ、これはもうね、人命には計らない金額だと思いますから、うんうんうん、これぐらいはねもうすぐにでもやっていただいたことにはまあ感謝ですし、うん、ただこのままで終わらすことなく、うん、しっかりと責任はどこ側なのかということをやっぱり追求していかなければならないのありますよね、はい、そういうことです今なんかこのままの状態だと我々が負担して読谷村民が負担しているということは、うん、村の責任のもとでというふうになっているわけですからね、はいはい、ここはもうしっかりね、うん、その責任を続けないとね、はい、やってほしいなというふうに思います、うん、そうですね、はいまあ、そういう意味でもまたこの特別チームの立ち上げというものに関しましてはしっかりとやっぱり、まあ、予算はかかるかもしれませんけれども、はい、やっぱり我々のやっぱりこう読谷村がね、うん、あんたなんかの責任でしょって今言われている状況の中で、はい、これをそのまま黙り込むわけにはいかないっていうの気持ちあるんですけどね、はいはい、土壌とかね空気とかね、うん、これはもうすべての村民に関わること、うんまあ、村民以外のね県民にも関わることだからね、うん、これは何よりも優先ですよ。そうですね、ここはしっかりしないとね何もできない、はいですね、安心安全な生活できませんからね、うんはいこれは大きな問題だと思っています、うんまあ、しっかりと今後もですね、はいはい見ていきたいというふうに思います、はいはい、さあお送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はですね三田村議会より山城、正規議員をお迎えしてお話を伺っております。一旦コマーションをお届けしてまた、その後の、はい質問事項もお話を伺っていきます、はい
サル中なんですけども、席のタッチの願いでコマーシャル中もお話ししたいということで、はい、どうぞ。はい、村議選挙は来年に迫ってまいりました。選挙はもう初めて、終わって何年になるかなというふうに思うんですけど、もう来年は村会議員選挙ということです。でこれはあと20ヶ月ということでありますので、今後もこの逆算語読みをですね、ぜひ FM 読谷さんの皆さんの協力でね、私は作っていきたいなというふうに思っています。まあこれはゆくゆくは次の選挙にはぜひ村民大勢参加して投票率 61% 以上に、はい、急にだからはい、ということでお送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、はい、実はねラジオを聴きの皆さん方はなんで笑ってるのかなと思うかもしれませんけれどもね、今コマーシャル中ずっと喋ってるもんですからねはい、ありがとうございます、はい、でも面白いつもあの画期的なことをしますけども、今日もまた看板持ってきておりますね、はい、コマーシャル中にインターネット用の、そうです、はい、ありがとうございます。議会中に私は議会中の上りは掲げていますよ、うんうん、あ、議会やっていますよですよね、うん、ここのすぐセンター中交差点にね、福山美さんが見えるようにこれやっていますからね議会今やっていますよって言って、おもうあれ村民の皆さん、あ、議会中ですね、皆さんってね、はい、なるほどね、とにかく考えられることね、私たちもじゃあ立ってるかどうか見てから議会かどうか確認しましょうね忘れないでくださいね、よろしくお願いします、はい、さあ、お送りしておりますユンタンジャ出番でした。今日はユンタン村議会より山下正規議員をお招きしてお話を伺っております。さあ2番目の質問に入りたいと思いますが、ま、先ほどはね飛行場跡地のその大学史問題のことでございましたが、今回は、2番目の質問は米軍基地との振興策のリンク論、はい、これ、はい、県でもいろいろと言われてましたけども、ね、これは大きな、はい、もう全県的に大きな議論になっていましてね、この基地の問題とそれから予算の問題というのはリンクしないんだと、基地は基地、予算は予算というふうに国も県も言ってきたわけですよ、はい、またそうじゃないといかんわけですよ。そうですね、基地を認めるんだったら多く予算上げますよ、うん、基地を認めなければ予算上げませんって、うん、そんな勝手なことしちゃいかんですよ、ですね、国や県は、うんうん、でそうなんで、うん、リンクしてはいけないというんだけど、はいはい、これが琉球新報 の、のアンケートでね、41市町村長にアンケートで、調査してるわけですよ、はい、それに対してうちの石峰村長は、うんうん、リンクしていないというふうに答えていらっしゃるわけ、はい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 、でこれは41市町村のうち11名がそうだと、うん、いうことなんでね、うん、これはちょっと現状認識としてどうなのかなということで、うんうん、私はこの認識についてね、うん、これを聞いてみたわけです、うん、でこれはまあちょっとしたことのような感じがしますけれどもね、うん、ただ政治をする上で行政をする上でね、うん、基本的に基地というもの、うん、あるいは予算というものをね、うん、どういうふうに考えるのかというね、うん、大きな意味のあることだというふうに思うし、うんうん、でそういう村長さんやあるいは市町村長さんたちの動きにつられて村民や県民がね、うん、左右されるというようなこともあるんでね、うん、これを聞きました、うん、そしたら村長がリンクしてないというふうに言っているのは、はい、来年度の国の予算で、米軍基地の建設が今停滞しているけれども、うんうんうん、しかし沖縄は300億余りの、ね、はい、予算を確保しているんだと、うん、で基地は進まないのに予算はいつもの通り来ていますから、うん、リンクしていませんよというような、はいはいはい、答弁になってるわけですよ、これはちょっとね、うん、リンク論のその考え方としてはね、うん、あまりにも狭すぎるんじゃないかなと思うし、うん、そもそも来年度の予算減らされましたよね、うん、140億ぐらい減らされたんですよ、そうでしたね、減りましたね、だからそれはこの来年度予算の認識からも違うしね、うんうん、そういう形で言われると、うん、これは大変狭い考えだなというふうに思うし、肝心の、うん、政府の菅官房長官も、うん、それから沖縄担当の鶴保大臣もね、うん、これリンクしているということでね、国の方は基地賛成しなければ予算減らすぞというふうにね、ある意味じゃこれ脅しにかかってきてるわけですよ、うんうん、なるほど
そういうところにここはきちっと見てもらわんとね、いやいや関係ないですよみたいに村長が言われてさ、行くと、その村民の立場というのがね、私は生かされないんじゃないかなというふうに思ってですね、これを聞きました。で村長はそしてまあ来年度の予算から言えばリンクしてないと思うけど、でゆくゆくは本来的にはね、基地問題とその振興問題はね、予算の問題はリンクしてはいけないと思っているというようなことはねおっしゃってるわけ。これは私も同感だし正しいと思うんですよ。そういうふうに基地に絡ませてね、その予算を増やしたり減らしたりね、こういうことではいけない。そして我々村民もじゃ あのお金が欲しければね基地を見てみようじゃないかという話にまたなっちゃうわけですよ。そうですね、確かにそれは大変困りますよね。そういう村民でいいんですかね。お金を出すというところにこうなびいていくみたいなね、自分の考え方も変えてしまう、ということでいかんし、そもそもね村もそうですけど、国や県もね、予算というのをそんな風にね勝手に決めたらまずいですよ。自分の言うことを村長やその県知事のね言うことを聞くところに多めに、聞かないところは少めにとかさ、こんな非民主的な ね偏ったやり方、行政はねこれは絶対やっちゃうからですよ。これは私はもう行政の平等性から言ってね、問題だ。だからそういうことにねこう巻き込まれるような読谷村政だといかんですよということで、この問題がね取り上げた。そしてそれの具体的な表れとして私が心配しているのはさっき の大躍進問題ね、あれだって当然ああいうものがね1900万が国が取ってこんといかんわけですよ。何かさあれにその後ろめたいようなな、強く言えないようなことがあったら困るわけですよね。だからそういうことなんで、取るべきものは取る、保証させる、被害があっていたら保証させることは当然だから、そういうふうなことでね、メリハリをつけた、行政のやり方ね、政治のやり方と、なるほど、ここはね、これは村民性にもかかるわけですよ。そうですね、読谷村民の、村民性にもね、なんでこの問題はね一つ考えてみました。この辺の分に関してはもう、政治、我々はメディア、ね、新聞と、読みながらですね、やっぱり思うのは、政治の駆け引きとかよくねタイトルが出てくるわけなんですけどもね、そういう意味では、村民としてもやはりこう基地がなければ、そういうリンクとか、そもそもそういう考えはならないはずなわけですよね。でもあるがゆえにそういうことを趣を、やっぱり政治的な部分でこう発言をしたり撤回をしたりとかいろいろこう右往左往している中でね、情報が混乱しているのも現実としてあると思いますよね。そういうことでね、よく県知事の尾長さんも政治の品性がね、ないと言われますよ ね, いますよね、あれは悲しいですけど、ね、あれは重い言葉ですよ。本当我々、そうなったらもう我々の政治行政とかね、いうものが、子どもたちはね、将来のこの沖縄にいる子どもたちにね、恥ずかしいですよ、ね、なんか我々小さい頃は総理大臣になるって夢を持っていたのにね、立派な人とかさ、今はどうなんだろうなって駆け引きで、ね、思ったりしますよね。自分のその思うようになれないとさ、本当に勝手なことしてとかさ、いうことでね、今度アメリカの大統領がそういう感じになっちゃうもんだからね、もう世の中どうなるか、さらに拍車かかるな、ね、大変私は心配しますけども、確かにね、せめて読谷村はね、この本当に清らかに、そしてまっすぐに、この行けるようなね、行政したいなと。そうですね、そういう意味でもぜひね、行政と議会が常にこう情報を共有しながら、切磋琢磨して、切磋琢磨して、お互いに監視し合いながらね、私はそういう意味では、もう是々非々の関係でね、やらんといかんですよ。そういう意味ではぜひね、こういうことに関しても常に、一番私たち村民側からすると大事なことはやっぱり情報の公開ですね。そうです、はい、今日の山下議員のこの、ラジオ室でもそうなんですけども、やっぱりこう、議会の、公開、それからまた
傍聴、うん、そういうものをもっともっと促しながらね、そうですね、やっていって、先ほどねあの、はい、看板もありましたけども、やっぱりこう投票率を上げるっていうことは、やっぱりその行政や議会に協力する村民の皆さん方が一人でも多くなってほしいっていうのが、うん、まあ、こういうこともですね、情報をどんどん発信してもらいたいですね。そうです、うん、まさにもおっしゃる通りでね、うん、この12月議会のね議会報告、はい、私はもう7回おりましたよ、うん、いろんなところでね、こんなですよこんなですよ、なるほど、で、はい、今日が7回目です。 ありがとうございます。 FM 見たのはありがとうございます。そしてあとザキミ自治会でね、あと1回予定されているんですよ、はいはい、でそういうことでね、いろんなところで我々は語っていく、うん、それもまた大事でね、うん、だから、まあ、村民にまず知ってもらうというね、うん、そうですね、何があってもここ知ってもらうというね、うん、はい、これはもう第一義的な使命ですね、うんうん、そうですね、うん、ぜひねそうあってほしいなと。 FM タもそういう意味では大きいですから、ありがとうございます。また引き続きね、ご協力お願いします。はい、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして、次の、ね、はい、あの話題に移ります、はい、これは旧石病院の設置の件、これ大きくね報道もされましたね、はい、これはあの読谷中学の南側の今、うん、さら地になっていますけれども、はい、ここは予定は、うん、防犯のためのね、うん、防犯災害時の、そうそう、うん、災害時のね、うん、そのため の用地として空けていますが、はい、ここにこの急性期 病院をね、うんうん、誘致しようという動きです、うん、はいはい、で病院についてはね、読谷村ももうあちこち遠くて、そうですね、もうあの総合病院をね、うん、読谷に誘致してほしいと、うん、いうことはもう10年ぐらい前からね、うん、村議会で繰り返し質問もね、いっぱい質問出てきたんですよ、はいはいはい、でそのために村の方もいろいろ調査をしてきてね、うんうん、そしてあのこの病院設置というのはいろんなあの審議会やなどのね、うん、この許可も必要で、中部地域を見るとね、総合病院はもうあの間に合ってるんだと、だから読谷地域にはねこれはできそうもありませんということで行ってきたんです。でそれが急遽ですね、こういうふうに急性期の病院だったらできるだろうというふうになってきてるわけですよね。だからそこからあのどういう病院になるのかというのは、これは村民も興味ありますからね、そうですね、ぜひここをね、うん、まず先ほどの話じゃないけども、うん、村民に情報をね、うん、明らかにしてほしいという意味で、うん、質問をしたわけです、はいはいはい、だからそれで私はこの急性期病院というのは我々村民が望んでいた総合病院なんですかということを率直に聞いたわけですよ、うんうん、で、まあ、総合病院というと内科外科ね、うん、あるいは産婦人科とか、うん、あるいは小児科とかね、はいはい、耳鼻科とか、うん、こういうね五科が揃っている病院だと言うんですよ。それが総合病院、なるほどね、あまり僕なんかも区別がつかなかったですよ。そうそうそう、うん、で今回の急性期病院、今回のそれで急性期はどうなんですかというふうに聞いたら、うんうん、あの内科と外科と、うん、はあるけれどもね、うん、あとはまあ心臓関係の循環器系、呼吸器系、はいはい、消化器系ということでね、どうも我々があの予防してきたものにはちょっと違うなという感じはするわけです、うんうん、まあ、しかし大体200床ぐらいの入院ができると、ベッドがあると200床、ええ、大きいですね。それぐらいができるというから、ね、うん、入院してそこで治療せ、うん、できるという意味ではこれは意味があるなというふうに思うわけですよ、うんうんうん、ただ急性期なもんだから、うん、救急的な、ね、はい、病気の皆さんを怪我したとかね、いう者さんから入院期間短いらしいんですよ、はいはいはい、で10日ぐらいとかねすいません、小林中です。そう話に僕も盛り上がってて、ね、小林さん行くの忘れて、はい、もうバイク上げてますよ、はいはい、今そのままオンエア中です、はい、いや、はい、参ったな、喋るのに夢中になって忘れてしまう。仕事してくださいよ、はあ、傍聴にならないでね。はい、はい、お願いします。はい、はい、坊主、はい、ありがとうさん、もうずっと映ってますから、はい、はい、マイクは入れてますよ。あ、マイク、はい、それで、来年の村会議員選挙はぜひ投票率 61% 以上にね引き上げたいなということであります、投票率が 60% 下るともうこれは議会はいらないと言われているのと一緒じゃないだろうかというふうに思うんで、ぜひ
投票率上がるようにね、私たち議員もいろいろ勉強して、そして村政のことを村民に聞いていただいて、引き上げるということでですね、来年は村会議員選挙あと20ヶ月、はい、そして投票率 61% 以上に引き上げましょうということであります。よろしくお願いします。はい、じゃあコマーシャル開けますので、はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、大変失礼いたしました、ね、思わず僕もですねこのお話に聞いてしまいまして、時間を見るの忘れてしまいまして、いきなり CM に入ったのでびっくりしたんですけれども、はい、山衆議員に仕事しなさいと言われました、はいはい、失礼いたしましたそばで傍聴ばっかりしないでね仕事してください。すいませんね、それでこの急性期病院ね、はい、続きを、はい、そういう意味では、うん、あの意味があるし、で本当に村民の、ね、期待に応えるような病院であってほしいなというふうに思うんです、うん、ただあの場所がね、読谷中学のこの南側の、はいはい、この防災施設地域と、うんはいはい、いうことになると、うん、ここはまあ防災のためのいろんな施設設備もするところだし、うんうん、それからあの読谷祭りもここでやるという説明もあるわけです、はいね、うん、そういう、はい、あの広場になるということでね、そうです、活用する話もありましたね。そういうこともあるんで、うん、ここがふさわしいかどうかについては、うん、村民からのいろいろあの意見もね、うん、あの出ていますので、はいはい、ここは少し考えてみる必要ないですか、うん、と聞いたら、うんうん、その方はですね、うん、課長さんはこれはそこにあのもう決定しているというものではないし、他の地域にね、はいはい、またいい場所があったらね、うん、それも検討したいというようなことを言ってるんで、うんうん、まだ村民のね、こういうのを反映する余地はあるなと、うんうん、まあ、これからまだいろいろ検討しながらということですよね、はいはい、これについては、まあ、いずれにせよ、うん、なぜひ必要な施設はありますからね、うん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 、私もさらに ね調査研究してみたいなというふうに思います。そうですね、はい、まあ、読谷村民にとってもそうなんですけども、やはり救急医療っていう部分ね、この急性期病院っていう意味では、うん、そのまあ、私たち、まあ、読谷村も観光もねかなり意識して、うん、来ているところもありまして、誘客もね力いっぱいさせていただいているということも踏まえれば、まあこれだけホテルがやっぱ来ると、うん、やっぱり近くに病院があるっていう、安全安心っていうのは当然一番ですよね、はい、観光にとっては、はい、うん、そういう意味でもこれがね、はい、本当にこう設置なればいいなって私たちも期待するところですね、はい、ぜひいいものをね、うん、誘致したいなというふうに思います。はい、ありがとうございます、はい、さあすいません、あの CM 途中入りましたけれども、3つ目の質問を終了させていただきまして、はい、続いての質問に移ってもらいたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、じゃあ4番目ですね、うん、これは横田自治会、はい、地域のですね、はいはいはい、汚水処理施設の対策ということと、うん、それをあの下水道事業と絡めてですね聞きました。実は横田自治会ができたのが、はい、もう40年ぐらい前で、うん、結局、まあ、約100戸近くのね、はい、建売り地域 でその汚水処理は共同で、処理をしてきたということですが、うん、40年経つとですね、はい、この施設もねかなり老朽化してきたということで、そろそろこれは切り替えんといかんなというようなことをですね、はい、自治会の皆さんは思ってらっしゃるらしいんですよ、はいはいはい、うん、それで肝心の用地問題がありましてね、うんうん、この用地を移さないといかんだろうということで、うん、あるまあ地主の方がですね、うん、ご厚意であの自分の土地を使わそうということだったようですがね、はいはい、これがまた税金の問題なんかでね、うん、あのうまくいかなくて、うん、それはまあ今あの宙に浮いてるという形になっているもんだから、うん、で地域の皆さんとしてはね、これはもうその下水道を早めに持ってきてもらう以外ないんじゃないの、うん、というようなことでまた村にもねお願いしてるわけです、うん、で村も足しげく自治会の方に通ってですね、うん、村民ともいろいろ調整をしながらですねこの問題を考えているようです、うんうん、しかしまあ村の下水道事業も、うん、まあ、平成30年頃までには、うん、終われるかなという計画を持っていたようですが、これがさらに10年ぐらい伸びると
平成40年ぐらいになるだろうというような答弁です、うん、そうすると横田の皆さんの期待がね応えられるかどうかということで、これはかなり厳しいところがあるなということでありますが、まあしかしこの汚水処理施設の単独の改善や、あるいは下水道問題を含めて、村としても地域の皆さんのね願いに応えられるようにやっていきますということのね前向きの答弁をいただいているわけです。でそれで私としてはね、この下水道問題、読谷村のこの問題はねもっと力入れんといかんだろうというふうに思ってるんです。実は確かに、実は今の下水道問題は、ソベ、大添えの皆さんの単独がありますよね。それとあとは比叡橋、古源、大湾あたりまでは、宜野湾の処理場に、県の処理場につなぐと、伊佐浜ね、はい、浜ね、それにつなぐという事業が今進んできているわけです、これが、まあ、比叡あたりまでね、来ていますけれども、これをその計画としては横田もね、一緒にイラミナ、キナ、横田までこう持っていくというような、計画なんですよ。だからそれをどうにか早めることができないのかというようなことをですね、地域の皆さんがおっしゃっているわけです。で実はその間に大湾東の開発が今始まってますね。そうですね、あの部分はこの当初の計画の時にはまだ見えなかったので、あれが入ってきたもんだから、さらに向こうの事業がね、まあ、優先的になっていると、確かにね、これはまあ仕方ないだろうという側面があるわけですよね。だからそういった中で、じゃあこの下水道問題どうするか、たらね、実は村議会の総務委員会で去年は下水道問題調査したんですよ、あまり遅れていますからね、全体的に、どんなに遅れているかというと、この下水道のね、普及率というのがあるんですよ、人口に対してどれぐらい普及しているのかということでね、全国的には 75% の地域でもう下水道はね、全国は全国、で沖縄県は 70%、少し遅れてね、じゃあ読谷村いくらなのと、で読谷村 23% なんですよ。こんなに遅れているんですよ。なるほど、この数字を我々もですね、村民会でもね取られて、この数字をどう見るのと、いうことで今回の質問の中にこれ出したわけですよ。なるほどね、これから見るとね、これはもったら遅れてるという問題じゃないだろうということで、まあ、村としてはいろいろこの地域の開発だとかね、道路の問題とかいろいろありますからと、基地の後利用のこともありますからと言うけれども、この下水道問題をどう考えるのかなという意味では、私はやっぱりもうちょっとね、優先順位を上げる必要があるんじゃないのということでね、この問題は問題提起ということにしています。はい、まあ、この祖父江地区のね、汚水処理施設、本当に画期的なことだったんですけれども、やっぱり西地区の方がね、その伊佐浜のラインにはなかなか乗っけられないということがあって、ソベがまず先に出来上がった。西地区にもそういうものができればと思うんですけど、この予算が相当なもんらしいですね。そうです、これがなかなか難しい。はい、そうではあるけれども、結局横田、それから親市、ザキミのご飯あたりね、ここまでは県のものにつなぐということです。ザキミの、ザキミ乗車あたりのね、ザキミ、これから波平高潮、これを一つの、祖父みたいな処理場を予定すると、で長浜あたりの窪地ね、瀬名、あそこまで一つ予定するとかね、いう計画あるわけです。だから金は確かにかかるけれども、それはいろいろ調査してみたらね、祖父みたいな大掛かりなものだ、なくてもね、農村地域の簡易なね、この処理場も可能なわけですよ。なるほど。女村がね、もうそういうもの3カ所作ってるんですよ。女村が、で今だ1カ所でしょ、祖父で。なるほどなるほど。女村がね、その簡易なやつを、農村のこの処理場をね、3カ所作ってあるんですよ。そうすることで、その普及率 23% っていうのが上がる可能性が、そういうことです、当然あるわけですよね。だからね、そんな大掛かりなものじゃなくてもね、やっぱりそのスピードアップするということもあるし、肝心なことは自然、海、川、ここを守るというね、
そうですね、そういう隙間が大きいですからね、これは大きいですね、これはいろんな形を組み合わせていってね、やる必要があるだろうという意味ではね、私はこれ金かかるからということでね、こんなに40あの平成40年までね、こう待つみたいなね、ことではねいかんだろうと、こうもうちょっとね知恵も働かせてね、予算ももっと厚くして、ね、やる必要があるんじゃないかなと思っていまして、ちょうどあの横田の皆さんも要望あるからね、そういう意味では横田まではさっとね、いけるようなね、まずまあできることから、そうですね、まあ横田とかそういう親父とかそういう地区であれば伊佐浜のこの県の方につなげる可能性っていうのは、まあそれほど大きなもの、処理施設を作らなくてもまずはパイプをつなげれば、ね、まあ、我らが言うのは簡単かもしれませんけどあっちは大変だと思いますが、とりあえずそういうものがルートがあるから、そこにまずやることで 23% が少しでもまたアップできていくと、改善しているっていうことが見えてくるということですよね。そうですね、これはあまりにもひどいですね、まあでもね、ぜひ環境を守るということも含めていけばね、何かしらまた方法をね、まあいろいろとお考えになられていると思いますけども、ぜひまたそういう、ね、状況をまたお知らせいただければというふうに考えます。はい、ありがとうございました。ちょっと時間また、見ながらいきたいと思いますが、次の質問ですけども、次の質問これは陸上競技場に、その陸上競技などを練習に行く子どもたちが、小学生中学生など、利用者が増えてきたと、その時に親御さんたちがね、送り迎えする時の、あの陸上競技場の玄関口から、その福祉センターの後ろを通ってね、特にその読谷小学校高校や徳島小学校高校の皆さんが入ってくる時のこの、この通路ですね、ここがあまりにも凸凹でねしかも、もう、私もこれ感じます、僕もよく行きますからね向こう、はい、結構ね、あの雨の後とかもうびっちゃらしてから大変ですけどね。そうですね、あれはなんか農道なんでしょうね。そうです、で農道ですけれども、読谷村立の陸上競技場はどこですか、どこから行けばいいんですかって言ってね、分からん人もいるわけですよ。もう本当陸上競技場できてる見えるんですけど、どこから行けばいいんですかねいうようなね方もいるところで、あそこはまさに今言うところはもう正面玄関になるわけですよ。そうですね、だそういう意味でここはね、そういう意味でも早くやらんといかんし、で子どもたちのね送り迎えでもやらんといかんだろうと思うんで、まあそこについてはあの陸上競技場の門は2つできていますよね。はい、できてますね、あれから側の方に、ね、そう西側にそんどん予定しています、でこれがまあ今あの止まってる形ですけれども、そのそんどんの方も、今言った正面玄関への通路の、ここも一部かかるんですよ、だからそんはこの村道も進めながら一部は考えていきたい、それから読谷祭りする裏川ね、あそこのテニス場、中根干潟って言いますね、角にね、あの部分から玄関まではね、これはもう急いでね、簡易的にもこれ舗装したいと、そして玄関の前の方の仮の駐車場ですね、今ちょっとした広場があって車ね、止めたりしてますけど、あそこは北駐車場といってですね、広い駐車場できるんですよ。だけどこれも進んでませんからね、だからとりあえず玄関の前のあの広場をね、その簡易の駐車場に、したいと、そうですね、いうふうにそこは答えています。なるほどなるほど、じゃあもうそういう方向性があるこれは、まあ、早まるんじゃないでしょうか。それと合わせて、ザキミ地域からこの陸上競技場に来るときには、あそこはメータバルという土地改良区域があるんですよ。そこの中もその農道がね、かなりあの石ゴンゴロ道でね、でそれでいながら子どもたちの通学にもなっているということがあるからね、これについても一緒に考えるべきだ。なるほど、でこれはまあ農業関係ですからね、その補助金がもらえるような、形でね、考えたい、で農家の皆さんとも相談してみたいと、そうですね、いうことなんでね、まあ地域の方々とねしっかり話をしていただいて、でもあの陸上競技場いろんなね、あのスポーツコンベンションなどということで、こうプロが来られる、そういう意味ではまた観光にもプラスしていこうということになっておりますので、ぜひこう、アクセスの方はね、もっとこう分かりやすく、まあ今看板立てたりとかね、いろいろ、あの工夫はなされておりますけど、まあそれも重ねて、まあそういう道路、地域の道路整備はしっかりとね、また私たちもそれ期待したいですね、でそれとあとは子どもたちとの連絡のためにね、公衆電話、連絡取り合う電話が必要だというふうな要望もありました、でそれも聞いたんですけども、
今公衆電話はもう NTT がね、うん、設置する感がありませんと言ってると、うん、ただ事務室のその電話ないのと、うん、今事務室ももうその固定電話じゃなくて、うんうん、その携帯を持たしていると、あ、なるほど、いうことなんだが、はい、子供たちに一旦コマーシャルです、ここことすみません、時間はどこ見るべきあれ真ん中あの黄色の003だな、 あれが赤になったら、うん、もうあと10秒、ああそうかはい、ありがとうございました。いやでもぜひまた、いやいや、ありがとうございます。はい、ちょっと振り返る形でやって、それからまた最後いきますね。そうですね、はい、今年は鳥年です、はい、何の鳥か分かりませんけど、鳥もいろいろいますからね、はい、大鳥でないことは確かに小鳥ですよこれピヨ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 です。あれ後ろに乗ってるのは何ですか。はい、あれはもう孫のつもりですよね最近はもう孫たちも大きくなって、あ、なるほど、あ、これ誰と言われたけどはい、で私在職8期31年目、突入新記録、全て感謝ですということです。最長記録です、ね、そうです、なるほど、これをもう一気一気引き伸ばしていくために健康で、うん、はい、村民と一緒に歩みます、はい、ということですなるほど、いや、思いますね、あと何分ね、そして、はい、あともう少しですよ、あと最後のコーナーです。そうか、OK、はい、前山城政権をこうやってあの山城政権ニュースっていうのも出してますからねいやいや皆さんにも、これも公開のためですよ、はい、はい、これはもう鳥も小鳥もおります、はい、はい、じゃあ本番入ります。講演会の皆さん、支持者の皆さんに配っています。お送りしておりますユンタンジャデバンですよ。本日は、三谷村議会より山城関議員をお迎えしてお話を伺っております、はい、さあ、関議員、先ほどねあのお話の途中でありましたけども、陸上競技場、あの僕聞くところによりますと、あの公衆電話は、うん、あの NTT さんとかできるだけも減らしていく傾向があるらしいんですよ、うん、はい、だからなかなかねこれから新たに設置っていうのは難しいかなということで ね、うん、そうだね、私は、まあ、これは個人的なあれなんですが、うん、まあ、でもストンの方は要請はしていくということで、要請もして、うんうん、その他の方法を考えてみたいと、なるほど、いうことで管理人さんが、うん、まあ、携帯を2つこれ持っておられると、はいはい、はい、いうことだから、うん、まあ、それをその時にまた活用する手もないかなというふうに思うし、ね、なるほど、うん、いろんなことがあると思うんだが、うん、まあ、この携帯についてもね、うん、子どもたちに持たせた方がいいのかどうなのかというのも、うん、いろいろ教育的な観点からあるだろうし、まあね、ありますよね、はい、それがいろいろあるんで、うん、まあ、いずれにせよ大事なこの子どもたちの、うん、この生き返りの問題ですからね、はい、これはぜひ大人の方で考えてほしいなということで、うん、まあ、その方もね誠意を持って対応したいという答弁をいただいています、うん、はい、まあ、また周辺のねやっぱりこう街灯などいろいろまだおそらくいろいろお考えだと思いますけども、整備中であるということを踏まえながらでもありますが、まあ、いずれにしても今使用されている、まあ、子どもたちもいらっしゃるということであれば、その子どもたちの使用する環境っていうものをしっかりとね見ていただきたいと思いますよね、はい、ぜひそこら辺も期待したいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、さあ、それでは最後の、ね、質問に入りますね、はいはい、これはザキミニューバル、うん、というところの、はい、河川ですね、これせせらぎです。あ、ニューバル、ザキミ地域 の、 あのど真ん中を川が流れているんです、で長浜ダムの長浜川にね、はいはいはい、進むもので、うん、でここはだいたい中間より少し上かなというところで、うんうん、近くにはあの島袋さんの下がり花、うん、あ、はい、下がり花公園、ね、はいはいはい、見があります、見に行ったことあります、はい、ありますね、はい、でその下流の方にはまた、うん、ザキミ の、 あの公園の下がり花、ね、あ、があるところで、ありますね、そこの中間点あたりなんです、うん、はいはい、でここがあの川が浅いもんですからね、うん、氾濫をして個人の土地をですね、こう食い潰すというようなことがあったりして、これをきれいにね、個人の財産を守りながらね整備してほしいと
いうことを言ってきました、うん、で特に地元の皆さんも大変あの気にしているところで、はい、これ実は平成4年前ですから、うん、24年ですね24年にはもう設計もできているんですよ。あ、そうなんですか、うん、そこを見てね、うん、でザキミの世界遺産のこのバリハバッファーゾーン区域内ですからね、うん、これはやりましょうということでね、うんうんうん、やってきてどんどん進んできたんですけども、うんうん、それから今少し足踏みしているもんだから、うん、あの地元の皆さんなんでかねというようなことがあります、うん、であるけれどもあのそこはさっき の, あの陸上競技場に行くメータバル地域という土地改良区がね、農地の余地があるもんだから、ね、そこのど真ん中をその排水を、ね、工事しないといかんということがあって、はいはいはい、それをやるために待っていたということがあるもんだから ね関連事業になってるわけですね。そうです。それで、うん、今年28年度はですね、はい、あの地主の皆さんと、うん、この川沿いのね、うん、地主の皆さんと今契約をねしている最中ですと、うん、なるほど、じゃあ進んでるんです、うん、なるほどなるほど。それで29年度に工事は完了すると、はい、いうことでね、うん、大変前向きな姿勢、はい、あのいただいてますので、よかったですね、その周辺の皆さん方も、はい、まあ、でも本当に個人の財産、ね、そういうところをまた行政も協力しながら、地域の皆さん方と、ね、やっていただくという、はい、また、まあ、いろいろやっぱりあるんですね、どっち改良がこうその先にあるから、うん、まあ、それをやりながらとか、そう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 、なかなか一つ、ね、手綱でいかないっていうところもあるんですね、うん、川は流れてるもんだから下流からしてこないといかんというね、うん、はあるようですね。なるほど。それで下流からきれいに整備をしてきてね、はいはいはい、次はここの番だ。なるほどなるほど、うん、しかしまあいずれにせよ、うん、この河川というのは、うん、ザキミの景観上ね、うん、大変大事です。まさにこれはもう僕はもう世界遺産だろうなと思っているんですよ、ね、その地域としてね、ザキミのね地域のこのことで、うん、でこれはニュースにも書いてあるけど、はい、今度地区景観条例というのができてね、おうおう、この景観を守ろうという地域ね、はいはいはい、これ2カ所決まったんですよ。これはザキミのこのザキミ城址地域ね、うんうん、今の川の地域、それから八千文の里地域、ここの2カ所のこの景観はね、守るものにしようということでね、建物なども10メートル以下のもので規制してね、しかも色などもね、ケバケバしい色をしないでおこうとかね、あるいは建物を作るときには道路から少しバックして作ろうとか、そういう規制がね、あの必要だということで、これはもうできたんですよ。それをしてでも景観を守ろうということだから、ザキミ地域、八千文の里地域ではね、この本当に景観を守るためにどうすればいいのかね、肝心のここに住んでる人たちがね、不便になったりかわんけですよ、不便になったりね、生活に支障があったりしたりか、それがないような形でその施策などがあるということですからね。まあ、あのそもそもこの母法である景観法から見るとね、あの地域の自然を守り、はい、それから文化を守り、生活環境を守り、これ経済活動をね、うん、守っていくのが景観だという、ね、はい、位置づけがあるんです。なるほど。だからこういう規制をする以上はね、うん、本当にこの法律にのっとってね、うん、この地域を守り発展させるというね、うん、この観点を、ね、ぜひ持ってほしいなということで、私はこの具体的なこのまず川の問題ね、なるほど、あるし、でザキミ地域と、うん、この八千代の里地域ね、うん、そういう視点ですので、うん、はっきり言って住民はね、いろいろ不便になるね、自分たちの財産はじゃあこれ勝ちなくなるんじゃないの、ということもね、おっしゃる方もいるわけですよ。確かにね。だけど、うん、この法の精神から、法律の精神から言ってね、うん、本当に住みよい、うん、いいところ、うん、みんなが守ろうというね、はい、立派なところになるんだったら、うんうん、むしろ価値は上がっていくんじゃないですかね。うん、そうですね。うん、やっぱりこう例えばあの、ね、京都とか行きますと、コンビニでもね、あのちょっとこうあのブルーとかじゃなくて茶色っぽい感じになっていたりとか、そういう色とかもね、その、まあ、お寺さんが多いところだからそうなんでしょうけども、そういうイメージが出てくるっていうのも ありましょうから、そういう、まあ、景観条例、地域の方々協力はするんだけども、そういうマイナスにならないように、そういうことです、まあ、施策やら補助とかそういうものがある、仕組みがあるということ、ね、それを知らないとまた、ね、できませんからね。だから今回この景観地区条例できましたからね、うんうんうん、今度はそういうふうに積極的にこの地域を良くしていくために、はい、あのいろいろね、策をあの考えてほしいなと思うし、うん、そうですね、で僕もそういうね、調査研究をしてね、うん、
本当にいいところ、はい、ここをこう拠点にして、ね、うん、読谷村全体をまさに世界遺産にするぐらいのね、いいこと言います。そちらが言っていたなんとか、はい、ミュージアムでしょ、ミュージアム村全体をミュージアムにしようという構想前になるほどね、よく覚えてらっしゃいますね、はい、いやいや、あれはもう素晴らしいなと思って、まさにその通りだよと思ってさ、うんね、もう村全体がね、そういう立場のところになれば本当にこう日本一の本当に素晴らしい村になるんじゃないかな、ね、人口だけじゃなくて、そうそうそう、ね、景観も日本一になるとか ね、 そうですね、ぜひね、いうようなことにせんといかんなと思うんだよね、うん、この景色は財産ですからね、そうです、我々のね、そうです、はい、本当に、後世まで守っていかなければならないというふうに思いますね、うん、はい、もういろいろとね話題、たくさん本当に今日もありがとうございました。もう間もなくエンディングになります、最後に一言、はい、よろしくお願いします。はい、はい、FM 読谷をご覧の皆さん、うん、本当にいつもありがとうございます。私ども村議会も来年はいよいよ選挙です、選挙ということは一番試される時だし、うん、で一番読谷村についてみんなが考える議論をするそういう機会です、うん、だからぜひ我々も情報を公開して、そして皆さんの意見を聞いて、どんな読谷をする読谷にするのかということの大事な節目ですのでね、ぜひ、お力もお貸しください。そしてみんなが投票に行くと、うん、投票に行くというね、魅力を持った村議会、はい、こういう村にしたいなと思います。はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。